さあ、こちらのステージでは山本咲希のステージでお楽しみいただいております。北海道フェア B 代々木ザ・北海食堂、本日最終日でございますが、皆さんね、私は昨日と今日と2日間出演させていただいているんですけれども、昨日はね、ちょっと途中なんかこう霧雨というか降りながらも、まあ、なんとか持ちこたえた、ちょっと曇ってるなっていう感じだったんですけど、今日は本当にすごくいい青空の下で歌わせていただけること本当に嬉しく思います。北海道、私地元北海道札幌です。札幌はね、もう10月に入ると一気に寒くて、朝晩も問わず、もう昼間でもね、もう20度いけば今日は高いねっていう感じなんですけどね、まあ、ここ数年はちょっと気温が上がって、今日もね、北海道はすごく晴れみたいですけど、東京で北海道のフェアが開催されるっていうのはすごく、まあ、道民としてすごく嬉しいし誇らしい気持ちでいっぱいです。この後4時からも中途半端なステージありますので、ね、たくさんブースありますので、回ってまた戻ってきてもらえればなと思います。まず最初にお届けした曲、フューチャーズという夢をテーマにした楽曲でした。こちらの楽曲はただいま JWAVE のラジオランキングで初登場第15位という、ランキングもいただきまして流していただいております。続いてお送りした曲が東京タワーの歌という東京のタワーへの私の気持ちを込めた楽曲をお届けいたしました。さあ、続いてお送りする曲は今ね、もう秋でだんだんもう寒い季節に向かっていってるわけですが、寒い季節が終わればまた暖かい季節の始まりということで、春の曲を一曲お届けしたいなと思います。春は出会いと別れの季節といいますが、もう春の別れを書いた楽曲です。皆さんも何かこう別れがあったから今があるとか、こう一歩を踏み出したきっかけ、なんかそんなことを思っていないので、聞いていただければなと思います。では皆さん、スプリングリーン。 Yeah, 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 ye